はい、明日はこれを買うのコーナーです。3日後夜の予定ですね。アメリカ7月の ISM 製造業景気指数が23時発表です。そしてタイソンフーズと AIG の決算発表があります。4日火曜日、明日ですね。行き過ぎちゃった。7月の特部消費者物価指数は8時半、マネタリーベース7月が8時50分に発表になります。そして海外ではアメリカ6月の製造業受注が23時で、デボンエナジーとディズニー、アメリカで決算発表あります。そして、国内の決算発表、ソニー、ダイキン、三菱 UFJ、 アステラス製薬、クボタ、スバル、オリックス、旭化成、 CTC、 ヤマハ、日本製鉄か、三菱ケミカル、マルベニ、ミネベア、三菱、リコー、カカッコム、住友化学、ブラザー、王子、ファンケル、ニチレイ、山崎パン、JR 九州、タカラバイオ、日光電、日本、違う、これは、あれだ、日本光電ですね。そう、この前、読み方、間違ってました。日本光電。双日、スシローグローバルホールディングス、東京建物、戸田建設、日本触媒、東海カーボン、NOK、長瀬産業、五洋建設、中西、サンリオ、GS 予算、野島、富士見インコ、アクシアル、ゼリア、新薬、三月、稲毛、JCU、新田、イリソ電子工業、日本ソーダ、岡村、日本関西、調布製作所、横尾、三軒電機、のりたけ、タムロン、三井倉庫、トピーと。なります。決算発表、注目どころですね。まあちょっと価格コムが今そんなになんだろうなって思っちゃうからね、食べログがでそんなに稼いでるとはちょっとこの時期ね、ちょっと思えなかったんで、そうちょっと難しいかな。で、商社2社出ます。丸紅、双日ね、結構どっちも安いところなので、アク抜け期待とかで買いやすいかなとは思うところです。これはちょっと決算またいでも、一応場中決算発表なんで、まあ、またいでも面白いかな、どうなんかなっていう感じですかね。旭化成、王子、三菱ケミカル、化学とかどうなんでしょうね。三菱ケミカルやっぱ安いんだよな。化学品はね、そんなに回るかって言ったらって感じですもんね。王子、まあ言ってティッシュとか紙使う量めっちゃ増えてんじゃないかなとか思うんですけどね。例えばその飲食店とかのトイレとかでティッシュじゃなくてその手拭き用の紙結構置く店増えたでしょうとか思ったりするんですよ。なので、まあ、そこら辺も含めてちょっと王子とかは注目しておきたい。あとまあ CTC はやっぱりいつも注目するんですが、こんなに上がっちゃっていいのっていうのはやっぱり思うんですよね。素直にこんなに上がっているところを追っかけてしまっていいのか。だからまあこれもう決算前にもし持ってるとかちょっとやってみたいという方は決算前に売ってしまっていい銘柄、そこまで勝負する必要はないかなっていう気がしますのでですね、という感じです。あとはハードオフとかちょっとなあんまりやりやすい銘柄 でここまでは結構場中の決算発表の銘柄ですので、そんな感じ。スシローね、ちょっと安いタイミングがあるなったら拾ってもいいかなっていう感じですけどね。であと民株ジインフォの色、やっぱり高いな。いや今日も上がってんだな。ここはちょっと早めに、だからあれでしたね、本当にモーニングスターの動き見てちょっと1週間2週間前から仕込んでおくべきだったかもしれないですね。ここはね、ミネベア三つみあたりとかかな。ソニーはどうなんでしょうね。75%ソニー、まあ高値付近ですけど、まあ、ソニーはストレートに良さそうな気するけどな。意外とソニーいいんですねみたいなね。あ、日本光電工業、あ違った、ここは結構いいんじゃないでしょうかね。心電図とかそういうところですけど、
やっぱり医療系周りはいいんじゃないかなっていう気がしますので、光電工業はちょっと注目ですね。そんな感じかな。火星ソーダの銘柄国あんな。もうそんな感じですかね。ちょっと注目どころ明日は、という感じで見ていただければいいかなと思います。ということで以上明日の注目銘柄でした。では、明日の個別材料見ていきましょう。まずはメディネット、国立がん研究センターと新型コロナウイルス予防の自家樹状細胞ワクチンで共同研究するという発表がありました。反応は、ポンと反応ありそうですね。テマイラス、20年6月期の業績アップでした。営業利益11億6300万円ということで着地。前期比 31.7% 増でした。これは良さそうですね。こんなにいいと思ってないですもんね、テマイラスね。これはちょっと跳ねそう。これ、まあ、200円高ぐらいはあるんじゃないですかね。AL サービス。あ、クラウドサービスか。7月のカツヤの既存店売上高発表になってます。前年独自 6.9% 増。先月が 3.6% 減なんだったので、結構回復してきてますね。三菱総研、いいのか。第3クオーターの業績アップでした。営業利益58億9600万円で前年同期 42.6% 増で着地です。三菱総研な、ちょっと考えたな。あ、でも BTS マイナスで返ってきてますね。あと次セレス、 SMB 支援プラットフォーマーのトリドリと資本業務提供を行うという発表がありました。続いてイビデン、イビガワ電子工業、第1クォーターの業績アップでした。営業利益65億3600万円で、前年同期 44.7% 増で着地です。まあ、しっかりしてますね。強林製薬、第1クォーターの業績アップでした。営業利益20億1400万円で着地。前年同期比 27.8% 増益となっております。そして、シグマクシス、業績発表もありましたが、自社株買い発表しています。発行済み株式数の 1.93%、40万株を上限とした自社株買いです。これでもちょっと物足りないかなって感じですね、正直ね。ジャパンエレベーターサービス、第1クォーターの業績発表、営業利益7億5800万円で、前年同期 48% 増益となりました。やっぱりいいなぁ。ここは強い、本当に強いなと思いますね。続いて、東北化学薬品、第3クォーターの業績発表でした。営業利益で2億600万円、前年同期 36.8% 増益で着地です。あんまり飽きないないですけどね。木村、第1クォーターの業績アップでした。営業利益6億3500万円で着地。前年同期 29.9% 増益となりました。続いて GSI クレオス、第1クォーターの業績発表でした。営業利益8億7500万円で、前年同期 507% 増益で着地。これどうなんでしょうね、すっ飛んでっちゃうのかな、これは。まず、まあ、300円高ぐらいか。続いてケーズ、やっぱ強いな。第1クォーターの業績発表、営業利益159億700万円で、前年同期 120% 増益となりました。こういうところやっぱり強いですね、ケーズ。まあまあそんなに上がるの、 4% 高ぐらいですかね。 PKS。 続いてマルワン運輸機関、第1クォーターの業績発表でした。営業利益22億3900万円で、前年同期 36.7% 増益で着地です。マルワン運輸機関は、ちょっと事前に上がりすぎ感があるので、ちょっとどうかなっていう感じはありますけどね。どうかな、上がるのかな。ちょっと難しい感じですね。ということで、以上、明日の個別材料でした。では、マーケット見ていきましょう。なんかちょっと何とも言えない感じなんです。今夕方6時15分なんですが、ヨーロッパ時間ですね。ドル円が105円69銭、やや円高となっております。ヨーロッパ
どうかな。イギリスが 0.27% マイナス、ドイツは 1.04% プラス、フランス 0.18% プラス、結構まちまちです、今日ヨーロッパ。なんとも言えない感じにで帰ってきております。どうなんかな、先物今22,060円、ちょっと下がっている。まあ、円高ですかね、これは。という、まあ、円高と言われちゃうもどうしようもないんですけど。というところですので、まあちょっとなかなか続伸しないのかなっていう、ちょっと物足りなさですね。まあ今日のね、アメリカ、米株次第なんですけど、もちろん。もう先週あんだけ下がったんだから、今週はもう逆にね、切り返していってほしいですね。まあ夏枯れ相場っていうのはもちろんあるので、でも逆に、好材料がずっと続くんであれば、そこから、なんでしょうね、こう、スン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 と上がっていってくれてもいいんじゃないかなと思うんでね、はい、ということでちょっと225戻りますか。まあ今日だいぶ戻したんで、ちょっとこの線がもうあんまり効かなくなってしまったんですけど、ここかな、この横ね、ちょっと強烈、先週本当強烈です。21,710円とか。で、その前6月半ばの下げ、21,500円か、500円台あったのか。まあ、ここぐらいまでひょっとしたらあるかもしれないって感じですけど、ちょっと、この間21,500円から23,000ぐらいまでのレンジ相場みたいな感じになるのかな。まあ、特にちょっと23,000、ずいぶんね、重たさ感じるような、雰囲気出てきちゃったんで、ちょっとはね、重たさあるよなっていう感じですけど、まあ一応200日下割れるとすぐにね、戻してくれはするので、まあまあそんなに大きく崩れるかなってことじゃないし、今日もね、感染者数そんなに増えなかったので200人台でしたね。そんな問題ないかなと思います。まあ日曜なんでね、まあちょっと今日明日どんな数字になってくるかとか、また緊急事態宣言出ちゃったらちょっと厳しいなとか思ったりしておりますけど、なんとかね、今週もやっと梅雨も明けたんで、いい形で本当に8月過ごしていきたいなと思いますのでね、頑張っていきましょう。ということで、まあもしよろしければ高評価ボタン、あとチャンネル登録と、引き続きよろしくお願いします。ということで以上、静かですけど明日はこれを変えでした。